新年明けましておめでとうございます。ヤフーモバゲーのトモさん、ご無沙汰でございます。いやね、サボってたわけじゃないんだけどむちゃくちゃ忙しくてね、去年すいません。もうほとんどね、去年はほんとね、ログボはもらってたんだけど、ね、ほとんどゲームのイベントは参加できなくて、ほんとすいません。で、テルマエの方も、もう若手放置っていうかね、もうごめんね、こんな散らかしてる状態でね、申し訳ないけど、本当はね、年末にあの配信をする予定だったんですけどあかん、むっちゃ忙しくて、まあとりあえずね、比べ優先ですので。いや、3日になってね、やっとね、まだお昼から、まあ、いっぱいね、ちょっと予定はあるんですけど、まあ、それまでの間にね、まあ、一応、宣言はした以上、ね、やらないと、本当ね、ダメなやつになりますので。いやー、テルマエ分かんねえ、分かんねえ、本当分かんねえよ、もう。ああ、そういう方忘れちゃったよ。ほんとね、年末年始ね、一瞬だけいや、一瞬だけっていうか、1回転か2回転しかやってねえよな。クリスマスの時もね、ほんとね、20分ぐらいはインしたんすけど、去年のね、モバゲーのログイン自体が、全体でね、多分ね、24時間も行ってないと思うから、ほんとごめんなさいって感じで、まあ、今年もね、そうですね、結構、忙しくなったりとかするかな、やっぱりね、コロナがある程度、緩和されたのも大きいかな。あ、どうしよう。配信中って書いた方がいい？配信予定なってるもんな。ちょっと待ってよ、コメントが去年のまんまになってるな。ちょっと待って、ここでみんな書かんとね、怒られちゃうからね。配信中って書いとこうか。うわ、文字制限がな。皆さん配信中、一応名前隠れるようには考慮してるので、アカウントの名前ね、出してほしくないっていうのもある。まあたまにもでも見えちゃうよな。ごめんね、まあ、それはゲームのアカウントだから許してくだち。いやでもみんないい人多いな。俺結局さ、クソサボっとった割にはさ、どっちだこれ、こっちか。ごめんね、ちょっと名前出ちゃうけど、ちゃんとね、500人みんな残ってるからね、ほんとありがたいよ。ほんとね、このゲームのね、トモさんはむっちゃいい人多いからね。っていうか、どこだ、テキストわからんくなっちゃったぞ。あ、これか。あとね、何、白姫と、鬼太郎か。鬼太郎もね、本当に、ログボしかもらってなくて、ちょっと今ね、妖怪を集めてるところで放置してます。ちょっとね、今日ね、一通り、ある程度、モバゲーで、ログボもらってるアカウントだけは参加しようかなと思ってます。
多分みんなコメント見てると思うから、これ今 YouTube で YouTube とかまあいろいろと載せる方はライブの方はまた別でやってるんだけど、連携してませんので、私は公開してる YouTube の方と友達だけに公開してるアカウントの方の、アーカイブの方に、アーカイブっていうか、まあ、動画をそのまま載っけますね。ヤフーはねもうライブやんないので、コメントとかで、アドミンがいないとね、監視してくれる人がいないと荒れるからね。よし、いやね、テルマエ面白いんですよ。ほんとね、前にも私昔述べたと思うけど、ブラゲーで一番面白いのは、ね、お金もかからずに遊べるのは、テルマエだと思います。でね、老若男女ほんといろんな人いるからね、面白いんだけど、いかんせんねほんとね、イベントで上位入ろうと思ったら張り付かないとこのゲーム不可能だから、そこなんだよね。あと手首やられる、目やられるそんな感じかな。とりあえず今日はね、一通り皆さんのフローを、巡回というかね、醤油芸さんも埋めていきます。やっぱね、デザイン可愛いんだよね、ほんとに。これフジゲームズの、下請けのところに丸投げしてるんですけど、確かデザインとかこの辺のね、アニメーションとかイラストとかみんな確か女性の方がやってたのかな。まあネタ尽きないからいいよね。いやあ、ほんとなんか1年ぶりに見るメンバーさんもいて、ほんとご無沙汰。いやー、ほんとみんなあれっすか、風邪とかひいてないっすかね。え、結構年配の方も多いゲームですのでね、ほんと病気とかはね気をつけて、ね、あとお餅ね今でも最近あんま効かなくなったか、餅を喉にね詰まらせたりとか、もうあれトロトロにした方がいいですからね、年配の方が食べる分には。まあそれかすっげー細かく、もう本当になんかどれぐらいだろう、1センチはやりすぎか、2センチ四方の正方形ぐらいにカットしてね。ごめんね、とりあえず白ひげさん、昔の技で、1個埋めとかやっていってんで、後からね、青湯気いただいた時に、相互フォローで、ちゃんと入れていきますので、これね、白ひげさんで1から全部入れてたら、ほんと全部巡回するのに3、40分はかかっちゃうからね。でも休眠してる方も多いんだよね、多分50人ぐらいはいると思うけど、あと明けおめって書いた方がいいな。うっ、ちょっと待ってね、明けおめ書かなかんよね。これ文字制限がな、もうちょっとな、もうちょっと文字を書けるようにしてほしい。とりあえず全部、これ何、これまだ今なりこのバグある、全部ね埋まってるけど白湯気が出ちゃうっていう。待って、飲み物取ってきます。
い、すいません、戻りました。お、やっぱ目がチカチカすんな。一応ね、パソコンの方でやってますけど、これね、スマホでやると、いや、スマホの方がね楽なんですよ。タップの方が早いから。だけどね手首がねやられちゃうというね。あと目がね、ほんと目やられるからね、そこがしんどいかな。でも面白いっすよ。このゲームに興味持った方はヤフートップから左側になんかいろんな項目あるじゃないですかね。俺がやった方が早いか。あれ、よいしょ。ここにさ、ヤフーのトップページあるでしょ。でこの左側にさ、ここにね、何番目ぐらいだろう20番目ぐらい、ゲームっていうのがあるから、ここでさ、意外にね知らない人多いんだよねヤフーのサイトは有名なのに。でここでまあランキングがで出てるけど、テルマエって常になんかこの辺の位置にいますのでこの辺はアホみたいに金かかるし、もう子さんが有利だからね、あんまやんない方がいいっすよ。お、タイトオンラインが4位なんだ。ちょっと待って、鼻がムズムズする。これすごいね、これ本当に送られてくるんですよね、撮ったら。あ、たまになんか VTuber とかもこれやってますよね、配信で。鬼太郎がね、鬼太郎だいぶ落ちたね。いやーね、ちょっと今回ねやってみたんだけど、やっぱちょっとフラッシュがさ、ねえ、配信になってからやっぱこのゲームフラッシュの依存がね高すぎてね、バグが多すぎて、ちょっとね鬼太郎に関してはもうあんまり招き合いか、うわーちょっとやる気ねえなーって感じっすね。もうちょっと軽くなったらいいかなー。だからその辺で言うと、このテルマエの方はね、だいぶ軽くなったし、まあそれでもね、もうバグを完璧になくすってことはないとは思うんだけど、まあお金かかんないしね、いいんじゃないですか。あー、すいません、ちょっと寝起きで頭のね周りがとね、鈍感モードですけど、徐々に目覚めていきますので。とりあえずお昼前まではねやろうかなって感じで。あー、レモンちゃんありがとう。レモンさんだね。ほんとね、ほんと長年の人ってどんくらいや俺。俺もこのゲーム初めてどれぐらい経ってんだろう。アカウント作って、あ、放置してた時も2年ぐらいあるからな。そうそう、本当ね、このゲームね、私も猫みたいな性格なので、本当ね、気分でなんかねやる人間なので、なんかなんだろう、
あ、遊ぼうと思った時は結構がっつりやるんですけど、一回ねなんかちょっと休憩しようとかって思ったら、ちょっと休憩しようと思ったら、そのちょっとがね、あの1年単位になったりとかする時もあるから、ほんと気まぐれだからね、すいません。でもこれ毎日さ、何年も回転してる人、ほんとテルマヤ愛がやばいよね。だって俺アカウント作ってからもう、でもこれも5年は経つと思うよ。本当に何にも成長してないけどレベルも300、今95だけども、390ぐらいから今日に至るまでもう1年か1年半ぐらい、いや1年バカじゃないな、1年半ぐらい、あ1年か1年ぐらい放置してたのかな。ほんとね、すいません。でもそれでもね、まあね、切らずに友として残してくれてた方にはね、感謝しかないかなっていう。でもこれをずっと矢印に、まあ、ボールを入れるっていうかね、クリックしてるとだんだんやんでくるからね、適度にやんないとね、疲れちゃうよね。いや早い人だって繁盛タイムとかね、人が多い時間帯なんて、こんなのね、回転早い人1分ぐらいで全部埋まるっしょ、お風呂。いくらガチャ券がいっぱいもらえるって言ってもね、しんどい。だから昔は、今どうかわかんないけど、昔はマクロ組んでた人多いもんね。明らかにおかしいじゃん、365日ずっとお風呂沸かしてるんだもん、ありえねえじゃん。あと24時間かずーっとお風呂回転してる人なんでね、早番遅番の交代制とかいやまあでもボットだよね、そんなね、ないくらさ家族とかさ恋人とかでやってたとしても、共有アカウントでやってたとしてもさ、寝る時間はねやっぱりある一緒だからね。だからありえないよね。いやむっちゃいるでもこれさ500人枠あるけどさ、500人まともに稼働してたら絶対回んないしね。ほんとね、難しいよねこのゲーム。だほんと回転してる人って150人とか200人ぐらいでガーッと回転してるもんね。でもさ、そういう人たちと遊ぶと、まあそのね、遊び方のコンセプトなんだけどさ、ちょっと休憩しようと思ったらすぐ切られちゃうからまあそれお互いにねなっちゃうからしんどいんだよね。だからやっぱまったりとね遊ぶ方が。でも今回あれでしょ、やっぱねこのゲーム多いのは年末年始に復帰する方結構多いと思うから、まあそれまではやっぱり忙しくてね、どうなんだろう。やっぱさ寒い時期ってそんなに外出たくないから、でね年末年始のイベント大型連休もね、挟んでいくと、やっぱ12月1月っていうのは一番ね、やっぱりこういうソシャゲっていうかね、ゆるいやつね、お金かかんないやつとかはみんな遊びやすいと思うから、だからテルマエとかもね、
まったりやりたい人はとりあえずまあ年末も忙しいか、12月もイベントいっぱいあるから。だから1月のこの正月明け、まあ今あのね、3日4日ぐらいからみんなちょっと暇になってくるじゃないですか。まあその時にちょっとインして遊んでね、で2月はクソ寒いからね、うちにいる時とかほんとこれいい暇つぶしにはなると思うからね、その時にまあちょっと一つイベントね楽しんで、あ、やっと終わった。あ、でもだいぶ吸引してるな。もっとかかるもな、全員巡回しようと思ったら。どれぐらいだろう。わあ、でも本当猛者の人ばっかだ。やべえやべえ、ちょっと待った、50人ばかじゃないな、もう今リスト見てるけど、あ、もう100人ぐらい俺の友さん休眠だな。しかもみんな元バリバリのランカーばっかり。あらまあ、あらまあ、あらまあ。でもさ、このゲーム辛いのはさ、入院しましたからお休みしますとかさ、病気になりましたとかって言ってさ、そのまんま帰ってこない人も多いんですよ。これね、ガチでね、それ心配だし、やむからね。それがね、ちょっとなんかな、悲しい部分もありますよね。そうだから毎日ガツガツやりすぎるのも、良くないかなとは思いますね。ほんとね、このゲームを賢く遊ぶにはとにかくね、100位以内のランキングのお風呂4つ取ってさ、あと、あ、今何売ってる？そういえば正月っていいお風呂売りますもんね。あ、これだこれ。え、今年何？ちょっとこっち見た方が早いよね、お風呂。あれ、あかん、もう老眼になってきてわかんねえ。おい、正月のお風呂どれじゃ。あれ、ない。うそ、あ、これか、うさぎだよね、うさぎのお風呂。あ、いつもと一緒だやん。あれ、でもいつも前よりも昔よりもスペックいいよね。30ってどうだったっけ、エリア。ちょっと重いよね。あれ、今までのやつも20だっけ。もう覚えてないな。2個ぐらい俺買った記憶があるんだよね。これあれだよね、あのドリームの方も出せばいいのにね。全部厳選だよね、厳選のパッドバス。でもまあ、うさぎ餅、うさぎ餅ついてるのはいいね。結構あれレアアイテムだ。あ、うさぎ餅ってあれか、あの宇宙に旅行行ったやつか。あれ、いっぱい持ってるわ。いらねえ。あ、結論としてはいらないな。いや、これね、ヤフーのね、モバゲー、ね、アカウント作るともういろんなゲームすぐこうやってここにね、タグが出るから、一発で飛べるから、白姫とかも。あ、そうだ、白姫ちょっとガチャ回さなか。いや、あのね、ヤフーのゲームアカウント、アカウントっていうかね、ちょっといろんなゲームやるだけでね、あれよ、あの1日24時間じゃね全然足りなくなる。
廃人になるにはねなっちゃダメだけど、ほんとヤフーのゲームでアカウント作るとガチでね、あれよ、インドアになって、おー、な、おー、これはいいの、あ、これなんかいいやつじゃない、あれこれ俺初めてやな、なんだこれ、ガトリング砲、え、これ何これ、なんか面白そうだなまた後でちょっと白姫の方はやっていきますね。枠作り直しますね。だって今これだけでももうどれぐらい経ってる、もう30分ぐらい、あっという間だよこのゲーム、本当に本当あっという間に時間過ぎるからね、もう30分経ってるからねやべえよ、やばいやばい、でもみんなあんまりアバターも変わってないからね、え、ほんとなんか遊びやすいっていうか助かるね。いやでもさ、俺ほんとこんなさ1年とかサボってるくせにさ、回転ねえこのスピードでできるのはほんとね、もう昔からねつながってるトモさんのおかげですよね。俺だってこのゲームでこのゲームでアリスも知り合ったメンバーさんとねえ、まあ結局あん家が遠すぎて会うことはなかったけど、なんか付き合おうかっていうところまで行ったこともありますもんね。だからなんかあれっすよ、まあ、出会いを求めるためにゲームやるのもどうかなとは思いますけど、案外ね、え、だってオフ会とかも結構やってたもんね、オフ会やってたりとか、そうやね、コミュニティとか作ってやってる人とかも多かったから、このゲームねほんとね、3対7ぐらいで、あの女性の方むっちゃ多いんですよね。どうなんだろう、俺がたまたまだったのかな、シングルのねお子さん持ちのね、若めの奥様塾女様うん、でも30代ぐらい、でもまあでもな、一概に言えないな、まあでも20代の子は少なかったな、30代40代の方は結構ねいらっしゃるイメージだったので、とりあえず今で何回転目、これで3、次3回転目か、いやでも今で30分で3回転目、まあ10分で1回転目、まあ一応ね、今が1月の3日の朝の10時台で、まあこれぐらいの回転、しかも俺がログイン、ちゃんとログインするのがもう約1年ぶり近くでこれだったらね、ほんとね全然悪くないし、これぐらいが一番楽。まああんなね、1分から3分ぐらいでお風呂ガンガン回転するのとかもうね、あれはほんとね年配の方はやめた方がいいよ、ほんと体壊すからね、まあその辺だけは気をつけながら、あんま欲張らずにね、やっぱやればやるほど課金アイテムはいっぱいねもらえるんですよこのゲーム。ほんとこのゲームはね課金するかやり込むかのどっちかですから、ただやり込んでやっぱりあの不健康になった方も多いですので、まああんまりその辺は欲張らずに、ね、
まったり遊んでいただけたらいいんじゃないかなとは思いますけどね。面白いですよ本当に。ただイベントがね鬼畜すぎて、あのこれねただ単純にお風呂を沸かし合うゲームじゃありませんので、ここにねまあいろいろとクエストありますので、このクエストがね今どれぐらい、だいたい平均で一つのイベントが始まると3週間ぐらいあるんですよね。その中で、クエって多分どれぐらいある、1000シークレットとかも全部入れるとクエストって1000は言い過ぎ、500ぐらいでも結構あるよね。ちょっとカウントしたことないからね、もうほんと勝手ななんか憶測だけで言っちゃうけど、多分ね全部のクエスト入れると500以上あるはず、1000近くあるんじゃないかな。ちょっと今の流れも分かんないからね、適当なこと言うのもあれですので、まあその辺の部分はウィキもあったんすけど、テルマエのウィキって稼働してるのかなよく分かんねえな。よし、ちょっとルシを倒そうか。いやー久しぶりだなっていうか文明アイテムはね結構持ってるんですよ、ほとんどやってないからね。でもでももう原作っていうかね全然なんかテルマエの要素ないっすよね。もうこれ完全にテルマエのキャラクターを使ったオリジナルのゲームですので、なテルマエロマエっていうのはあんまりなんか概念に入れずに遊んだ方がいいと思いますね。まあお風呂に飛んででも文明アイテムが立つとか、完全にこのゲームのねオリジナルの脚本が多いから、まあやっぱりなんかまったり皆さんの可愛いアバターとか見てねえなんか楽しむのが一番いいかなとは思うんですけどね。いや面白いですよ本当ね。やっぱコロナの時にやっぱ外全く出れなかったじゃないですかね。えその時はねやっぱこのゲームにむちゃくちゃお世話になったから、しかもお金だってねえほとんどかけてないから、このゲームと鬼太郎に関してはもうほんとコロナの期間感謝しかないですね。でバンダイナムコにはむっちゃ騙されたから、むっちゃお金も使ったしね。多分その頃だと余裕で車新車買えるぐらいは課金したもんね。だからまあね結局なんかね蓋を開けたらむちゃくちゃひどい会社だったから、まあだから YouTube で叩いたりとかしてるのもあるんですけどね。マスカイ許せんすわ。でやっぱり一番こんだけ長くやってきてね感謝できるのはテルマエかな。やっぱこのゲームはいいと思いますよ本当に。本当なんか他のさなんか儲け主義に走ってるねゲーム会社になんか爪の赤を煎じて飲ませてあげたいぐらいの、いいゲームだと思いますけどね。じゃあ今日はとりあえずちょっとね時間がねあんまないもん でちょっと第2弾白姫と鬼太郎の方でも動画上げたいと思いますので、一旦ここで枠切ります。はい皆さん本当ね本当ありがとう。本当ね今年もよろしくお願いいたします。インはね少ないかもしんないけど、引退することは事故って死ぬか病気で死ぬ死ぬ以外はアカウントが飛ぶっていうことはありえませんので、
本当ね末永く今後ともよろしくお願いいたします。